どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですねホテルプログラム IHG からですねブリティッシュエアウェイズのマイルであるアビオスに交換すると 30% ボーナスマイルキャンペーンがですね開始しておりますので、こちらね解説やっていきたいというふうに思います。一応ですね IHG とラディソンのねポイントも対象というふうになっているんですけども、 30% 増量でですねブリティッシュエアウェイズのマイルにね交換することができるっていった形になっております。こういうキャンペーンはですねちょこちょこ行われているというふうになっておりまして、今年の3月にもですねマリオットボンボホテルのポイントから JAL マイルの交換でね 10% 増量キャンペーンっていうのも行われましたし、でですね2019年の11月にもですね同じようなねキャンペーンがありまして、その時はですねマリオットボンボホテルもね対象だったわけなんですけども、残念ながら2020年に関してはマリオットはね対象外という風になっておりまして、 IHG とラディソンだけっていう風になっております。その時はね確か 35% 増量ということで、ちょっとね増量数が減っているっていった形になっております。2020年に関してはですねマリオットボンボイホテルは対象外っていう風になったわけなんですけども、 IHG のねポイントを貯められている方はですねこの機会にブリティッシュエアウェイズのねアビオスに交換するのもねありかなというふうに思っております。それでは今回のキャンペーンの概要ですね。期間については2020年の11月の10日から2020年の12月9日というふうになっておりまして、だいたいね約1ヶ月ぐらいっていうふうになっております。ボーナスマイルに関しては 30% 増量というふうになっておりまして、対象ホテルグループはIHG インターコンチネンタルホテルグループとラディソンリバードが対象というふうになっております。でですねこちらのボーナス分についてはですね 2,3 週間後にね付与されるっていった形になっております。でですね公式サイトについてはですね動画の概要欄にね載せておきますので、チェックされたい方はですねそちらからね見ていただければなというふうに思います。でですねこちらの公式サイトにはですね IHG とラディソンもちろん記載あるんですけども、今回ねボーナスマイルが対象外のですねマリオットボンボホテルなどもですね同じねページにあるっていう風になっておりますんで、今回の 30% 増量キャンペーンに関しては対象外っていう風になっておりますので、 IHG とラディソン以外のですねポイントをですね交換しないようにですね注意していただけたらなという風に思います。それでは次にですねボーナスマイル分についてなんですけども、 IHG の場合はですね1万ホテルポイントをブリティッシュエアウェイズのアビオスに交換するとですね2600マイルにね交換することができるっていった感じになっております。でこの2600マイルのうちですね2000マイルは通常分というふうになっておりまして、600マイルはですね 30% ボーナス分というふうになっております。またですね最低交換ポイントっていうのはですねIHG に関しては1万ポイントというふうになっておりますので、それ以下でですね交換してしまうと対象外というふうになっておりますので、こちらね注意していただきたいなというふうに思います。またですね IHG からブリティッシュエアウェイズのアビオスにね交換する場合なんですけども、こちらねネットから交換することができないっていった形になっておりまして、 IHG の方にですね電話で交換ね申請する必要があるっていった感じになっております。でですねこちらの電話番号についてはですね動画の概要欄にね載せておきますので、利用される方はですねそちらね確認していただけたらなというふうに思います。それでは次にですねラディソンホテルの場合ですね、ラディソンの場合は1万ラディソンポイントを交換するとですね1300アビオスに交換できるっていった感じになっております。でですね1300マイルのうちですね300マイルがですねボーナスマイルっていう風になっておりまして、最低交換ポイントについてはですね2000ポイントからっていう風になっておりますので、こちらもですね注意していただけたらなという風に思います。それでは次にですね交換先であるブリティッシュエアウェイズのアビオスのね利用についてなんですけども、ブリティッシュエアウェイズはですねワンワールドに加盟しているというふうになっておりますので、ブリティッシュエアウェイズのアビオスマイルでですね JAL のね特典航空券が発券することができるっていった形になります。でですね2019年まではこのブリティッシュエアウェイズのアビオスっていうのはですね本当にねお得に利用できるっていった感じになっておりまして、羽田函館路線はですね4500マイルとかでね発券することがねできたわけなんですけども、
2019年の何月だったかな、6月ぐらいだったと思うんですけども、解約っていうのがありまして、今現在はですね、だいたい6000マイルでね利用することができるっていった感じになっております。お得度はね少し下がってしまったんですけども、必要マイル数がですね JAL の必要マイル数より少ないところもですねまだあるっていった形になりますんで、おすすめっていう風になっております。特にですね、航空券がね高くなる直前発券とかですね、かなりお得なのかなっていうふうに思っております。でですね、ブリティッシュエアウェイズのアビオスでね発券する場合なんですけども、発券相手はですね誰でも OK っていうふうになっておりますんで、外資系はですねこういうのがねいいですよね。でですね、アビオスの有効期限についてはですね3年間っていうふうになっているんですけども、こちらは獲得、利用、購入があるとですね延長されていくっていうふうになりますんで、ブリティッシュアウェイズのマイルをですね利用されている方であれば実質無期限でね利用できるっていった形になっております。またですね、ウェブ発券については搭乗の3日前までっていうふうになっておりまして、24時間前まではですね電話で発券することができるっていった形になっております。次にですね、必要マイル数に関してなんですけども、羽田発で JAL のね必要マイル数と比べるとこんな感じにねなっております。羽田からですね新千歳、青森、広島、高松、福岡、鹿児島路線ですかね、こちらの路線に関してはですね JAL マイルよりブリティッシュアウェイズをねアビオスで発券した方が必要マイル数が少ないっていった路線になっておりますんで、こちらねおすすめっていう風になっております。でですね、国際線の場合だとですねちょっと今現在はね利用することができないっていった形になるんですけども、羽田から香港とかですね関空から台北とかはですねおすすめっていう風になっておりまして、エコノミークラスが11,000マイル、ビジネスクラスは22,000マイルでね行くことができるっていった形になっております。またですね、ブリティッシュエアウェイズのアビオスに関してはこちらね結構前にね一回動画にさせていただいたわけなんですけども、セールがね結構行われてるっていう風になっておりまして、日本からですねロンドンまでのエコノミークラスがですね9750アビオスでね行けるセールっていうのも年にね1回ぐらいのペースではあるんですけども行われてるっていう風になりますんで、こちらもですね今現在ちょっと利用することねできないかなという風に思うわけなんですけども、コロナが収束した後はですねこちらもねかなりお得にね利用できるのかなという風に思っております。往復2万マイルでですねロンドンから行って帰ってこれるっていうのはねかなりねお得なのかなという風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねホテルプログラム IHG とラリソンのねポイントからブリティッシュエアウェイズのアビオスに交換すると 30% ボーナスマイルキャンペーンっていうのがね来ましたので解説ねさせていただきましたけども、まあ、2020年今現在ですね国際線ねちょっと利用することはできないので、ちょっとねこういうキャンペーンも注目度はね低いかなっていうふうに思うわけなんですけども、 JAL のね国内線利用するのであればですねまあまあおすすめかなっていうふうに思っております。まあね IHG のポイント自体はですね使う日付によってですね1ポイント1円ぐらいでね利用できたりする日もねあるっていった形になりますんで、マイルに交換するのがお得かどうかっていうのはですね航空券の価格次第っていう部分にもなりますので、特にね直前にね利用する場合などはですねポイント単価的にはねかなりおすすめかなっていうふうに思っております。今回の動画ねちょっと短くなってしまったんですけども、こんな感じでね終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ALA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。